大館駅。大館駅は、秋田県大館市小成町一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。大宇本線を所属線として、当駅を終点とする、花輪線を加えた二路線が乗り入れている。かつては、小坂精錬の小坂線、童和工業の花岡線も乗り入れていた。また、当駅は、 秋田県北部の中心都市である、大館市の玄関口として102年の歴史を誇る駅として、東北の駅100線に選定されている。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅である。港内南側で、単式ホームの1番線が大宇線上り本線、島式ホーム内側の2番線が大宇線下り本線。 島式ホーム外側の3番線が花輪線本線となっている。また、1番線と2番線の間にもホームのない、抽選があり、貨物列車などが使用している。3番線の北側には、側線があり、夜間大白が設定されている。単式ホームに隣接して駅舎が設置されており、島式ホームとは、湖線橋で連絡している。 東野城駅管理の業務委託駅、JR 東日本東北総合サービス委託。以前は直営駅、駅長、助役配置で管理駅として、大宇本線の先山駅人馬駅間の各駅を管理していた。駅舎内には、改札口、列車案内所、旧出札窓口、自動券売機、指定席券売機、緑の窓口、自動改札機、追加非対応。 待合室、観光案内所、待合室内、ニューデイズ、QJC、JR アトリス JR 東日本東北、総合サービス営業がある。また乗務員が所属する大立運行が併設されており、校内入れ替えなどは大立運行所属の輸送社員が行う。なお、かつては、待合室内に食堂と JR アトリス売店、休憩スクもあったが、食堂は2007年頃、 売店は2010年3月10日に閉店した。2007年、平成19年12月18日より、発車メロディが、それまで使用していた、日本電音製の、春から、地元出身でオダックスムーンの曲をアレンジしたメロディに変更されている。なお、ご当地メロディ導入は、県内初で、使用曲は一番線が、八甲物語。 2.3番線が霧たんぽ物語である。2017年3月改正時点では、方面別にホームが完全に分かれているが、3番線からは、大尾本線方面への発車も可能である。JR 貨物の施設は、旅客駅南口の西側にある。2面2線のコンテナホーム、ヤードが設置され、複数の留置線も付設されている。2 0線は、 駅の着発線から下川沿い駅方面へ伸びる引上げ線から駅方向を戻るように分岐している。長さは100メートル程度と短い。当駅はコンテナ貨物の取扱い駅となっている。取扱うコンテナは12フィートの JR 規格コンテナのみ、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ており、これらが入ったコンテナの取扱いも可能である。 なお、1996年3月16日のダイヤ改正までシャーツ貨物を取り扱っていた。停車する貨物列車は高速貨物列車のみである。2016年3月改正時点で、秋田貨物駅と当駅の間の区間便1往復、仙台貨物ターミナル駅との間に1往復の計2便が発着する。小坂清蓮小坂線の大館駅は、 前身の童話工業小坂線の駅として1908年、明治41年に開業、1916年、大正5年には、花岡線の旅客営業を開始した。1985年、昭和60年に、花岡線が廃止、1994年10月には、小坂線も旅客営業を廃止し、貨物駅に変更される。その後2009年、 平成21年に貨物駅も廃止し、営業を終了した。廃止された当時の小坂線大立駅は、下川沿い駅方へ伸びる、引上げ線につながる JR 貨物との貨車受受線2本と留置線1本があり、港内南側に事務所のような建物の駅舎が置かれていた。駅舎前に通標受木があり、貨物列車運行時は、機関士が シュゲル内方からの通票を通票時期に投げ入れていた。また、旅客営業をしていた当時の校内は多数の側線を有し、その北側、JR 大田駅側に旅客ホーム、短式ホーム一面一線や駅舎が置かれていた。JR 大田駅の駅舎とは全く別の棟だったので、乗り換えには一旦改札の外へ出る必要があった。 旅客ホームと駅舎は1998年前半までにすべて撤去され、2014年4月に小坂線の駅構内敷地を童話ホールディングスからレール用敷地を童話メタルマインから大立市に無償上とし、駅前は片側に車線の始動が整備されて、大立駅から東大立駅まで最短距離でつながる道路の一部として利用されている。主な駅は、 鳥り飯弁当。JR 東日本によると、2018年度、平成29年度の1日平均乗車人員は906人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。駅前には、バス停が2カ所存在し、大館駅前バス停は駅舎前のロータリーに設置され、駅前バスステーションは、大館駅から100メートルほど離れる周北バス、本社ビル1階に設置されている。 大館市を発着する旧田代町業以外の路線バスと東京、池袋業以外の高速バス、リムジンバス、循環バス、八甲号、コミュニティバスが停車する。2013年、平成25年10月1日に周北、バスターミナルが廃止され、コミュニティバスと路線バスの一部が大館駅前へ発着に変更された。大館駅前から出発したバスは、 種別にかかわらず、必ず駅前バスステーションにも停車する。なお、大館駅前が、終点のバスは、バスステーションには停車しないが、高速バス以外は、近くの同成町一丁目バス停に停車する。大館駅前バス停は屋外にあるが、駅前バスステーションは、待合所が、周北バス本社ビルの中にある。中堅八甲は、北秋田郡新田村。 現在の大館市で生まれたオスの秋田県で、1924年、大正13年に1月14日に当駅から荷物車に乗せられて上京している。後に、主人への忠誠で有名になったことから、1935年、昭和10年7月に当駅前にも渋谷駅前と同様の八構造が建てられていた。しかし、これも渋谷駅のものと同様に、戦時中に、 金属教室の対象となって改修された。大戦後、1964年、昭和39年に、秋田県雲像が、1987年、昭和62年に、中堅八甲道像がそれぞれ駅前に混流された。また、1987年に、映画、八甲物語が公開されたことを記念して、大館商工会議所が発泡スチロール製の、 八甲像を作成し、これが当駅に寄贈されて1989年、平成元年春に、駅構内に八甲神として設置された。この像は高さ、奥行きとも約2メートルと大きなものであった。しかし発泡スチロール製であるため、痛みが進行し、中堅八甲道像及び、秋田県群像維持会の寄付で2代目のブロンズ製像が制作されることになった。 八甲神社もこれに合わせてリニューアルし、2009年、平成21年10月14日に公開のイベントが開かれた。像は高さ 85cm、幅 40cm、奥行き 90cm で、台座、額、由来案内版は、東和大師で製作されている。なお、前期1987年混流の中堅。 八甲銅像に関しては2013年2月8日に BS ジャパンで放送された、マサハル、君が行く、ポチとマペットの旅秋田の中で紹介され、銅像を前にして旅兼、旅犬マサハルくんが寒さのあまり固まっている姿が映像として捉えられていた。2017年4月28日、大館市の秋田犬ふれあい隊が保有する2頭の秋田県赤毛の アコとトラゲノ、アスカが当駅の観光駅長として移植されることになった。同日、当駅駅舎内にて、大立市、同市観光協会、秋田県保存会の関係者など13名が出席して、就任、移植状交付式を挙行、当駅の駅長からおののに聖望を及び、名前がすり込まれた前掛けが手渡され、その後当たり駅前に立つ中堅八高造の前で、 記念撮影に臨んだ。あ、あこと、アスカはいずれも2016年6月23日生まれの年齢10ヶ月、前期移植伝達時点のメスで、同年9月8日に秋田県保存会を通じて、秋田犬触れ合いたい2条と、同年10月初旬に一般公募から命名されている。観光駅長としての任期は2017年5月6日から当面の間とされており、 現時点では、秋頃までを予定しているという。勤務は祝日を除く毎週度、非常曜日の9時45分から10時15分で、2頭の、うちのいずれか1頭が当駅に停車する特急の乗降客など当駅を訪れる観光客の出迎えをすることになっている。初勤務日となった5月6日は、アコが出勤し、当駅を訪れた観光客に囲まれていたが、その中には、 アメリカ出身の青森県弘前市在住者も含まれ、その弘前市在住者は、映画、八甲物語のハリウッドをリメイク版、八約束の犬に魅了されたとのことで、アコを撫でつつ、秋田県はアメリカでも有名、観光にも役立つと思うと喜んでいた。この、アコとアスカの2頭については、観光駅長として移植される前、 2016年12月初旬より2017年3月末までの大晦日と元旦を除く毎週土日祝日の予定で、当駅にて乗降客らを出迎える取り組みを大立主独自で始めており、2016年12月23日から2017年1月末までの期間には当駅改札口前にて2頭を写したスナップ写真などを展示する写真展を開いていた。しかし二頭は、 寒さとストレスが原因とみられる体調不良のため2017年の年明けから活動を休止、ネット上での活動休止告知に対し2等の体調を気遣う書き込みなどが寄せられていたが、同年4月26日付で活動再開を告知している。なお、大館市では2019年春をめどに、当駅前に秋田県と触れ合うことのできる展示施設、八の駅、 歌唱を作る構想を抱いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。